こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。今日はですね、12月の21日、雪が降ってすっかり冬になりました。今の気温は10度です。かなり寒くなりました。今回は冬のニホンミツバチがどういう風に過ごしているのかを紹介したいと思います。こちらがニホンミツバチの巣箱です。中にはたくさんの蜂がいるはずですが、全く外に出てきていませんね。ニホンミツバチは気温がおよそ10度を下回ると外に出てこなくなります。今はちょうど10度から11度くらいなので、少し飛び始めました。週末予報が活動するこの京都府の北部では、冬に気温が10度以上になることはあまりありません。ですが、今日のように晴れた日には花の蜜を集めに行ったり、巣箱の外で糞をしている様子を見ることができます。冬のニホンミツバチの観察には注意が必要です。普段はとても温厚なニホンミツバチですが、冬になると気が荒くなって巣箱に近づいただけで刺されてしまうことがあるので、十分に注意しましょう。私たちも冬に巣箱に近づくときはこのように防護服を着用しています。それではニホンミツバチが中でどう過ごしているのかを紹介します。巣箱の中では中心部に集まって身を寄せ合っています。蜂蜜を食べて筋肉を震わせて発熱をして温度を維持しています。秋までに貯めた蜂蜜が冬の間の貴重な食料となります。蜂蜜がなくなると餓死してしまいます。実際に巣箱の中の様子を見てみたい方もいらっしゃると思うので、貴重な映像を紹介します。これは昨年開放巣で撮影した越冬中の群れの様子です。巣の中央の下の方をかじり落として真ん中にスペースを作っています。周りの巣板が風よけにもなっています。こんな風に工夫しているんですね。この開放巣は巣が露出していてとっても寒そうに見えますが、無事に越冬しました。はい、ニホンミツバチは寒さにとても強いです。本州最北端の青森県にも生息していますし、雪が何メートルも積もるような豪雪地帯にも生息しています。週末予報が活動するこの京都府を含めてほとんどの地域では寒さ対策は必要ありません。十分な量の蜂蜜を残しておいてあげれば大丈夫です。巣箱の中にヒーターを入れたり、巣箱ごと暖かい室内に入れるような過度な寒さ対策はニホンミツバチにとっては大きなおせっかいになってしまいます。逆効果になるので行わないようにしましょう。ニホンミツバチは古くから野生で生息していて、日本の気候に適応しています。ただ最近では越冬できずに多数の群れが死滅してしまうことがあります。心配なのが赤リンダニです。2010年頃から日本の広い範囲で赤リンダニの被害が出ています。赤リンダニの症状が出やすいのが冬です。赤リンダニに寄生されたミツバチは気管が卵で詰まってしまって窒息状態になります。その結果、胸の筋肉を震わせて発熱をすることができず、蜂蜜をたくさん残したまま死滅してしまいます。冬にニホンミツバチの群れが全滅するときは、蜂蜜がすべてなくなって餓死するのが普通です。蜂蜜を残したまま死滅した群れが地域で多く出た場合には、その地域で赤リンダニが蔓延している可能性が高いので、対策を行うようにしましょう。はい、以上が冬のニホンミツバチの紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではニホンミツバチの飼育や捕獲について発信をしています。ニホンミツバチに興味がある、飼ってみたいなという方はぜひチャンネル登録をお願いします。この動画が面白かったら高評価もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。